エーギトシュタインは、哲学者で、フェミニスト、カルメル界の修道女。カトリック教会で成人。修道名は十字架の聖テレサ・ベネディクタである。ドイツ帝国のブレスラウで、ユダヤ人商人の家庭の11番目の子として生まれた。2歳の時、父が死去。以後、母に育てられる。1904年13歳の時、自律的人間を目指して、学校を一旦辞める。 ユダヤ教を放棄し、無心論者になった。1913年、カキゲッティン大学で、エドムント・フッサールに学ぶ。1916年、フッサールのもとに、感情移入の問題の論文を発表し、哲学博士号を授与された。フライブルクで、教授陣のメンバーに加えられる。その頃、エディとはカトリックに惹かれ、1922年1月1日に、洗礼を受け、 カトリックに改修した。夏季休暇の時、友人宅の書斎にあったカルメル会を改革した、アビラのテレサの自伝を読み、改修を決心したと言われる。そしてトマス・アクイナス等の著書をドイツ語に翻訳した。しかし1933年に、ナチスによる反ユダヤ主義の法律が成立し、教職を追われることとなる。1934年、ケルンにある、 カルメル会の修道女となり十字架のテレジア・ベネディクタの修道名を与えられた。彼女はアクイナス、およびフッサールの哲学を結合するため、エンドリシャス・ウント・ EB ーーがスザインを執筆した。ナチスの迫害を逃れるため、エーディとはオランダに亡命し、十字架のヨハネに関する科学の研究を発表したが、捕らえられてアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に送られ、 1942年8月9日、同じく捉えられていた実施ですでにカトリックに改修していたローサと共にガス室で殉教した。ブローツワフ・ノボビエースカ通り38にあるシュタインの、聖火1998年10月11日、エーディトはヨハネ・パウロ2世によって劣勢された。エーディトが劣勢されるまで様々な困難があった。彼女は、 アウシュビッツで無名のユダヤ人女性として最後を遂げ、カトリック側は果たしてその死が殉教に当てはまるかどうか悩んでいた。しかし、テレサ・ベネディクタ・マッカーシーというアメリカの少女がエーディト・シュタインに代願したところ、奇跡的に病気が回復し医師を驚かせた。カトリック教会はそれを認定し、1987年5月1日、ケルン郊外の競技場において、 彼女の烈腹式が執り行われた。それを聞いた、あるユダヤ人団体が、カトリックに改宗したエーディトに、ユダヤ人を名乗る資格はないと抗議した。しかし、改修しても彼女は、ユダヤ人の誇りを失わなかったのであり、アウシュビッツの聖者として、再び評価されるようになってきている世相も手伝い、殉教者として劣勢される運びとなった。ありがとうございます。